平成27年度の一般実践研究助成の報告書の評価から特別指定校へと引き続き研究を前進させてくださったパナソニック教育財団に感謝し、中間報告として発表したいと思います。当校は卒業後の自立まで見据えたキャリア発達を促す ICT ツールというテーマで研究をしています。平成27年度の研究でコミュニケーション能力の育成を目的にしてきましたが、そこからキャリア発達を促すことに視点を広げ、障害程度に関わらず生徒が自立できる授業実践をしています。具体的にはこの4つの課題が挙がり、キャリア発達を促す技術思考ツールの一つとして ICT 利活用した実践研究に取り組んでいます。実践研究を進めるにあたり、キーワードとなってきたのは1年目は動画、2年目は改善でした。喫茶サービスにおける授業モデルでは動画やアプリを活用し、生徒自身が自分の成長を感じられ、キャリア発達につながります。事前学習では自分の役割に沿った模擬練習を確認します。喫茶営業では接客支援アプリや動画での振り返りが生徒の学習のサポートに役立ちます。詳しい内容についてはパナソニック教育財団のホームページをご覧ください。次に自己学習について紹介します。生徒同士で学び合う家庭の技術思考ツールとして超短焦点プロジェクターでホワイトボードに映し、映像に文字や記号を書き込み、具体的な活動のイメージを言葉にして伝え、思考するきっかけを作っています。それでは VTR をご覧ください。二文字で言うと、これこことね、その時うちはこんな感じ、あれ僕もここ対応しませんでしょっけ、なんかここに、あ、この辺俺はタブレット説明しよう、今だったよ、ここじゃないっすっけ、俺はタブレットの説明でこことここやっとった。で、すでに。あ、先生、先生ここミスって見とって、何これって言ったら、これタブレットやった。何をなんか一個、2つあったのを1つって言ってもらったもんで、あ、言っちゃいますって言われて、あ、すいませんって言って2つに直したんやった。ちょっとすいませんって言ったの、そこで。この辺でちょっと一回ミスったこれ。多分。この自己学習の姿から研究の2年目のキーワードである改善につながっていきました。喫茶営業を終えた4日後の自己学習では映像を通しイメージが湧き、その時の心境やどう行動したのかを振り返り、自分の問題点について知ることができました。問題が起きるのは当たり前という前提に改善のチャンスと捉え、何よりも問題をシェアすることが重要になります。今後の課題と取り組み計画の内容です。一つ目は喫茶サービスにおける授業モデルの内容が積み込まれた手引き書として電子書籍版を作成します。二つ目は主題としてあるキャリア発達についてどのように促されたのか整理するためのキャリア発達段階表やキャリア発達評価表から生徒の内面的変化を評価し、研究成果に関する総合的な検証を行います。3つ目は汎用性のあるレジアプリ開発です。それでは最後に昨年度卒業した生徒から自分自身の1年目の喫茶サービスの様子や個人目標が変化する様子を見て、喫茶サービスの振り返っている様子を VTR でご覧ください。喫茶の方は90点ぐらいだと自分的には判断しています。喫茶の方ではまあ接客するときにまあ仲間と協力はできていましたし、まあ自然と出ていた、まあなんか軽く会釈してたので、自分でも後から映像で見て気づくことも多かったです。まああとは喫茶の方では、まあ、細かいところの椅子を引いたりするところを気をつければ、まあ100点いってたんじゃないかなって思います。はい、以上です。とても満足そうな表情でしたね。何度も映像を見比べる経験をし、その姿を客観視できることで改善され、生徒の学びの満足度を高めることができました。分かりやすい授業とそれを支援する技術思考ツールとして ICT 利活用を通しキャリア発達が促されたと感じます。今現在も働いている卒業生や生徒たちに感謝し、この研究を引き続き進めてまいりたいと思います。それでは中間報告を終わります。ありがとうございました。